感度も高くて飛距離も出せて、適度にしなやかさもあるので使いやすさっていうのもあるんですよ。うわ、来た、いい曲がり、66のリン。はい、今回ですね、デッカビジン EX アジングロッドが、2本、新しく登場します。自分が、まあ、愛用するロッドがですね、このデッカビジン EX66 の LS、リンっていう名前がついてます。ジグタンロッドって基本的にまあやっぱショートロッド、5フィート台のショートロッドが多い中で、これは6フィート6インチ、ライトソルトゲーム専用で設計されたこのゼロシートなんですが、重量がまあ軽くなったっていうのと、あとはこのアップロックになってます。リールのこの下側のところにネジがあって、で締め付けていく感じなので、まあ、重量としてやっぱりこっちが重くなるんですね。でリールよりも下に重い部分が、重いパーツが来るので、ロッドを持った時に持ち重り感が非常にやっぱり少なくなります。でそれと同時に、ブランクスタッチができるので、すごく操作もしやすいし、もちろんその感度も上がります。でその感度に大きなまあ要因を与えてくれているのが、このやっぱ AGS ガイドなんですよ。まあいろんなメリットがあるんですけど、まず一つが硬いんですよね。例えばステンレスガイドとかチタンガイドとか、まあそういう金属のフレームとかだとどうしても曲がっちゃうので、その当たりが来た時に、そこで吸収されちゃうんですよ。ただ硬いカーボンフレームだと当たりがもうそのままブランクスに伝わって手元に来る、すごく感度が上がります。でさらに、まあ、重量が軽い分ですね、この口径を大きくできるんですよ、ガイドの穴を。でガイドの穴が大きくなるっていうことは、キャストした時に糸の抵抗が少なくなるので飛ぶんですよ。でアジングは特に軽いリグを使うことが多いので、この飛ぶロッドっていうのはすごくやっぱりアングラーにとってはメリットになります。おたたたたたたたー、いい曲がり、いいですね、気持ちいい、よいしょー、66リンですね。このインロー継ぎっていうのもあります。まあこれ当然というか2ピースなんですけど、バット部分とこの先端のティップ部分が同じ径になるので、すごいシャープなんですよ、細い。でさらにこの V ジョイントなので、曲がりがすごく綺麗に曲がります。で綺麗に曲がるっていうことは、しっかりそのトルク、そのサウンド持ってるトルクを、その例えばファイト時であったりとかキャスト時に使うことができるっていうような、特徴があります。本当に何だろうな、アジングロッドとしてはもう理想系の竿じゃないのかなと自分は思ってますね。お、これは意外とおー、いい曲がりする、よいしょいたぜ、イエーイ。このデッカビジン EX のアジングロッドは、この66の他にもう一つ 5.5 フィート10インチの ULS っていうモデルもあるので、まあそちらとしてはどちらかといったらその近距離戦とかも得意な、まあショートロッドのアジングロッドになってます。ですので、まあ、この66と、5.5 の2アイテム、ぜひぜひ皆さんのスタイルに合わせてですね、使ってみてください。